会いたいジゴマ。俺の名は辻隆、江南小学校の5年生だ。その日も俺はテストの成績が悪くて、世にも嫌なノコ弁をさせられていた。もっともノコ弁を食らったのは俺一人じゃない。俊和、こいつは歯医者のせがれで、親は後を継がせたがってるが、本人は全然その気がない。昇は寿司屋の息子、スポーツなら何でも来いってやつで、ジャッキーチェーンに憧れている。源太の親父はサラリーマン、学校の勉強以外のことなら何でも知ってる物知りだ。香織は別にノコ弁を食らったわけじゃないが、俺たちに付き合ってくれている。きっと俺に気があるからだろうと思うのは俺の思い過ごしかもしれない。ああそうそう、香織は少林寺拳法の初段だ。以上、俺たちはみんな仲間だ。たかし、何やってんだ、見せてみろ。なんだこの変な男は。ジゴマです。ジゴマ先生知らないの？今評判のあの怪盗。そう、有名だってさ。やつは銀座の宝石店を襲って1億円の宝石を盗んだんだ。一度でいいからジゴマに会いたいわ。会ってどうするんだ？もちろんひっつかないんです。そうすりゃ俺たちを落ちこぼれってバカにしてる奴らを見返してやれるもんな。だから私たち探偵団を作ったんです。何が探偵団だ。ジゴマだか弁護マだか知らないけども、そんなもんに関わってないで勉強しなさい。でないとますます落ちこぼれになるんだよ。落ちこぼれって言ったって別の地球の外側に落ちるわけじゃないし。何か言ったか。いえ。たかし、いくらお父さんが刑事だからって探偵ごっこにうつぬかせてどうするんだ。そんな暇があったらばドリルのこの字な、これ書いてみよう。はい、はいはい、間違い、ここはこう跳ねる。そんな跳ねがどうよりこうより、俺たちほんとこうやって跳ね回るのが好きなんだけどな。トーリビョンビョンビョン、アビョンビョンビョン、アビョンビョンビョン、トーリビョンビョンビョン、アビョンビョンビョン、トーリビョンビョン。先生、じゃあまたに。おい、まだ終わってないんだぞ。何がじゃあまたにいいだ。あっちは学校の邪魔者だって言われてもしょうがない。俺たちは急いで行きたいところがあったんだ。それはシャーロックおじさんのところだ。おじさんは俺のお父さんの兄貴だけど、シャーロックホームズファンの推理作家で、ペンネームはシャ・ロクロだから、シャーロックおじさんというあだ名なんだ。おじさんは一日中この喫茶店に入り浸って創作に励んでいる。不思議なのは、おじさんの作品を一遍も誰も見たことがないことだ。ああ先生、コーヒーおかわり。これどうもありがとう。でも、あんまり散らかさないでほしいな。ああ、すまん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 。いや、作家っちゅうのは、その要するに紙くず製造業だもんでね。おじさん、はい、いらっしゃい。おお、遅かったな。またノコ弁か。まったく嫌になっちゃうよ。ん、勉強さえなければ学校もいいとこなんだけどね。お前たちは学校じゃ邪魔者扱いされてるようだが、今からガツガツ勉強勉強じゃ将来大人物にはなれんぞ。子供にとって一番大事なのは冒険に憧れ、冒険に挑む心だ。演説はいいからさ、おじさん、あれはどうなった？あれって何だったっけな。ほら、私たちがジゴマに会いたいって言ったら、おじさんどうすればいいか推理作家としてその方法を考えてくれるって言ったでしょ。お前たちはそんなにジゴマに会いたいか。それじゃあ教えよう。ジゴマの居所だが、私の推理では
やつはこの世のどこかにいる。当たり前じゃないの。いる者には必ず会える。思い切って手紙でも書いたらどうかな。手紙を。やい、ジゴマのバカのスカタン。俺たちはお前に挑戦する。もし挑戦に応じなければ、お前はただのコソ泥だ。臆病者で卑怯者で、オタンコラスのドテカボチャのポンポコリンだ。江南小学校5年3組探偵団、名前はまだない。こんなんでどうかな。挑戦状は結構だが、随分とまたボロチョンにこき下ろしたもんだな。これだけ書けば奴も頭にきて挑戦に応じると思ってさ。なるほど。さあ飛ばすぞ。これで本当に事故に届くのかな。多分な。君たちは本当に事故が現れたらどうする。ん、ヤツと戦って勝つ自信はあるか。そりゃもう任せといて。遅い。どうだかな。私が稽古台になってやる。私をジゴマと思って捕まえてみろ。やめろ。こんなに夢中になって俺たちの相手をしてくれる大人が他にいるだろうか。だからおじさんを好きなんだ。待てジゴマ。ごめんなさいおじさん、大丈夫。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。無理しないでよおじさん、もう年なんだからさ。何を言ってるか。わしは小説なんか書いてるより、みんなとこうやって遊ぶ方が楽しいんだ。じゃあ次はチャンバラと行こうかな。ああ登る、おじさん一人じゃ相手にならないよ。お前ジゴマの部下になれ。よっしゃ。待て。ちょっと待った。しきり。このガラスは10万円もするんだぞ。どうしてくれるんだい。私たち弁償しますから。弁償するってね。あの子供たちが悪いんじゃないんです。私がチャンバラをしてまして。あんたいい年こえて何ですか。申し訳ございません。しょうがねえよ。10万円は俺たち5人で頭りで弁償しようや。じゃあ1人2万。そんな小遣いねえよ。いや、10万億に誘ったわしなんじゃないな。責任は私一人で取る。だっておじさんピーピーなんだろ。やむえ、金は一時弟に立て替えてもらおう。俺の父さんに。うん。だがな高志、私と遊んでてガラス割ったなんて言うなよ。私は父さんには軽蔑されてるからな。10万円貸してくれですって。はい。いやー、ここのところ生活が苦しくてね。すまんが頼むよ。またですか。兄さんにはいつもチビチビ貸してるじゃありませんか。うちだって楽じゃないんですよ。主人は刑事だって言っても意外に安月給ですしね。分かってる、それはよーく分かってる。いや実はね、これがやっと完成したんだよ。エラリークイーンも松本清張も裸足で逃げ出すって傑作だよ。これさえ売れれば10万どころか、今まで借りてる分も倍にして返せるんだな。頼むよ。父さん、お願いだから貸してあげてよ。お前は黙ってなさい。兄さん、私は連日連夜のジゴマの警戒配備で疲れてんですよ。悪いけど帰ってくれませんか。そうか、やむを得んな。邪魔してすまなかった。おじさん、
大事な原稿忘れてきちゃった。誰？あなたちょっと。はい、高橋。やあ、よく見てみろ。一字も書いてない。何が傑作だ。高橋、実の兄はけなしたくないが、おじさんはこの通り解消なしなんだ。もう付き合うのはやめなさい。やだ、おじさんあれでもいいとこあんだよ。だけどおじさんと遊び始めてからお前の成績下がる一方じゃないの。兄さんとはいえ、私にはあの男はどうもよくわからん。以前はハイテクの分野では天才科学者だと言われたのに、なんでまた三文分子などになってしまったのか。あなた今夜も仕事ですの？うん、ジゴマの警戒だ。高橋、いいか、もうおじさんのことなんか忘れて、もっと一生懸命勉強すんだ。わかったな？わかったわね、高橋。それでも俺はおじさんが好きだった。ジゴマに会いたいか。誰だ？なんだこの駒は。高志君、挑戦状は確かに受け取った。あの中で君たちは随分私の悪口を書いていたが、そんなことを気にするほど私は小物ではない。喜んで挑戦を受けよう。今夜1時、私は地図の場所の家を襲い3億円を奪う。私に会いたければそこに来たまえ。なお、君の挑戦状には字の間違いが13箇所あった。くしゃー、ジゴマのやつ。おい、緊急出動だ。緊急出動。いや、悪徳サラ金で大儲けした社長じゃないか。チェ、そんな奴の金ジゴマに取られた方がいいんだ。そんなことより私たちはジゴマを取られることで考えりゃいいんだよ。よし、みんな配置につけ。来ないな。地獄のやつ、嘘をついたんだぜ。父さん。高志、こんなとこで何してんだ。だってこんなもんはさ。地獄魔がこの家を。君の挑戦を喜んで受ける。なお、君の挑戦状には字の間違いが13箇所あった。本田さん、くれぐれもご用心を。刑事さん、夜中に人を叩き起こしといて何のことかいなと思ったらこんなことですか。まあ、防犯については完全無欠。しかし、お宅には新店舗開設のための準備金として今3億のお金があると伺いました。地獄はどんな金庫でも破る恐るべきやつです。念のためにお金が無事かどうかご確認なさった方がいいんじゃないですか。金なら金庫よりもっと安全なところがある。高額のために見せてあげよう。カマンボーイ。
り3億円は無事だ。あら、あれは何かしら。電気ナマズだぜ、アマゾンさんの。その通り。こいつはどう猛なやつでな。よりゃ3匹寄れば10万ボルト。こいつに感電すればアフリカゾウも即死する。この間わしの愛犬が水の中にはまりよってかわいそうに黒焦げになって死によった。これならばジゴマもギタギタじゃわな。それはどうですかな。父さん、何するんだ。危ない。どうなったの。なぜ、なぜ。いない、いない。わしのナマズがいない。ナマズ。ここにありますよ。どうぞ。かば焼き、生かば。この手袋には強力電気絶縁剤が仕込んでありますので、私には効かなかったんです。それに私は世界一の魔術師ですからね。電気ナマズをかば焼きにしてご覧に入れたんですよ。お一ついかがです。ひょっとしてお前は。そう、私は怪盗ジゴマ。3億円は頂戴した。なになになに、どのものせ。ジゴマ、よくも父さんに化けたな。父さんをどうした。あそこだ。心配はいらぬ。少し眠っているだけだ。ところで諸君、ここに10万円ある。10万円？私にとっては花紙代のような金だ。だが君たちは地駒ごっこをしてガラスを割り弁償するのに困っているのだろう。じゃあこれで弁償しろっての。助かった、地駒ありがとう。バカ、敵に礼を言うやつがあるか。そうよ、私たちはあんたの贈り物なんか受け取らないわ。贈り物ではない、それは私の落とし物だ。だからどう使おうと君たちの勝手だ。待てよ、ジゴマはなんで俺たちがガラスを割ったことを知っているんだ。あれを知っているのはおじさんだけだ。もしかしておじさんがジゴマでは。そんなバカな。諸君、今後私は君たちに果てしなき試練を課すであろう。その試練をくぐり抜け、私に挑戦し続けるがよい。待てよ。悔しいけど、憎いほどかっこいいわね。負けるもんか。ジゴマは果たして何者か。世紀の怪人に対する少年たちの果敢な挑戦が始まった。あなたの夢
ゴマとの戦いに備えてアジト探しを始めた俺たちマリン組。どこへ行っても邪魔者扱い。でもシャーロックおじさんのヒントのおかげですっごい場所が見つかったんだ。誰も知らない秘密のアジトよ。次回ジャーマン探偵団マリン組、俺たちの家は潜水艦。ジゴマ、戦いはこれからだ。